こんにちは、インセルです。ちょっとね、夕飯時なんで、まあ、食べようと思ってるんですが、まあ、さっきほど言ったこの残りの味噌汁ラストワンをね、使い切ってしまおうかなと。やっぱケトル便利ですね。1年ぐらい前に買ったやつですが、やっぱりあると全然違いますね。カップラーメンよく食べるんで、まあ、それいちいちお湯沸かさんでいいんで、やっていうのはここまで熱いんで、少し私水で埋めたりするんですが、一応先ほど結構買い物に行って買ってきたのが、もうなんか、なんかちょっと前に流行りましたよね。なんか、悪魔飯っていうのがいろいろ混ぜて、まあ、それのふりかけ版みたいで、まあ、ちょうどいいかなと。もうあと納豆もね、ちゃんと食べて。はい。まあ、野菜不足という指摘がね、よくあるんで、いただくんですが、まあ、一応野菜は、冬は鍋で白菜など食べてますし、まあ、その仕事の休憩中は野菜スープはね、近くちょっとスーパーがあるんで、野菜スープ食べて、炭水化物を抑えるようにしてるんで、はい。大さじ2杯って書いてあるんで、結構な量ですね。で、これちょっとね、しんなりするまで、待ちますか。ちょっとじゃあ、米に馴染んだんで、これいただきたいと思います。揚げが入ってるんですがね、揚げもしんなりしてから食べた方がいいんですかね。ていうか、元のね、その悪魔飯、悪魔おにぎりね、そんな知らないんで味。ちょっとまあ、これが美味しいかどうかですね。ああ、うん、まあ、無難な味ですね。はい、美味しいですが。ちょっと味薄いですね。やっぱり大さじ2杯って書いてあった通り、結構たっぷり入れなきゃダメみたいですね。はい。うん。あ、でも食べやすくて美味しいですね。うん。ちょっとね、昼ね、まあ、少し食べ過ぎたんでね、ちょっとヒレカツね、食べたんですよね。そのスーパーで買った。なんで、まあ夜は今日はシソでいいかなと。ね、休みなんで。やっぱりちょっと足りなかったんで、なんかまだ追加で食べたいと思います。これね、ちょっとここにまだ食料、買ってくる前以前、ちょっとここにあるのを忘れてたんで、今思い出したんで、なんかあるかな。おしるこ、そういえばおしるこ買ってな。これはデザートですね。おしること、この袋が入ってるのは味の素で、おそらく。で、取りて、あ、いいのありましたね。はい。よし、これ食べよう。まあ、というわけでね、まあ、栄養バランスはちゃんととってね、野菜も私もっとちゃんと食べていきたいと思います。はい。アドバイスね、いただいたんで何回か、野菜を食べるということで、食べていきたいと思います。はい。まあ、これはとりあえず食べますが、野菜もね、ちょっと明日買ってきて、また鍋したいなと思います。はい。ありがとうございました。